三国バッサ。はい、どうもふがくんです。今日はですね、三国バッサっていうアプリを、先行プレイさせてもらえるということでやっていきたいと思います。で、このアプリのプロモーションムービーをね、ちょっと見たんですよ。僕は YouTube にアップロードされてたので、で、それ見て思ったんですけど、まずね、声優が豪華なんですよ。最近ね、コンパスっていう ゲームを実況してるんですけど、コンパスにも出てる声優さんが出てて、13のね、小野大輔さんとか、あとめぐめぐのさくらあやねさんとかが出てて、まあ、その他にもね、有名な声優さんがいっぱい出てるので、まあすごい耳が幸せになるアプリなんじゃないかなと思います。まあとりあえずね、やっていきましょう。タップトゥースタート。はい、これがホーム画面ですね。で、この真ん中のキャラをタップすると、喋ってくれるということで、素晴らしいまあとりあえずね、バトル画面に行ってみましょう。クエストをタップすると対戦イベントストーリーってあるんですけど、とりあえず今回はストーリーをやっていきます。はい、それではやっていきましょう。クエスト開始。全員まとめてかかってこい。はい、それではバトルスタート。で、操作はですね、こんな感じでキャラを動かせるんですけど、攻撃方法は指を離せば、勝手にキャラが攻撃してくれます。で、画面の上の方にね、クリア条件と左上の方に、制限時間が書いてるんですけど、まあ、制限時間内にそのクリア条件をクリアするという感じですね。で、今回の場合は1分半で憲兵長を3体討伐と。あ、死にそうだね。死にそうだからちょっとキャラを変えましょう。キャラを変えるにはこの下のね、キャラのアイコンをタップします。はい。で、右のね、右の上の方、右のちょい上の方に、ちょっと説明したかったんだけど今右のちょっと上の方に、今はなんて読むんだろう、ハサイって読むのかな。このアイコンをタップするとターゲットすることができるので、移動しても見やすくなります。それじゃあまず倒していこう。うん、結構ね、敵が吹っ飛ぶんだよそれがね、面白いんだよね爽快感があるよね。うん、これで終わりかな。はい、クリア。さあ、ラストボス戦ですね。超満わかんないや読み方がわかんない。で、左の方、左、ちょっと左上の方にヒット数が今表示されてると思うんですけど、このヒット数がね、レベル3を超えるとフィーバーってなるんですよ。で、フィーバー状態だとかなりね、すごいコンボになるので、すごい爽快感が増すんですよ。もうちょいかな、ちょっと雑魚キャラの方行きたいな。はい、これがフィーバータイムですね。めちゃくちゃ敵が吹っ飛びますねこれがね、本当にやばいよね。めっちゃ吹っ飛ぶよねで、必殺技が溜まってるので必殺技を打ちましょう。いけ。はい、いいねこれでもう倒せるね。 OK、 クリア。はい、こんな感じでね、フィーバータイムになるとね、すごい、爽快感がある。うん、バトルクリア。はい、それじゃあ次はね、ガチャをやっていきましょう。ガチャ、まあ10連でしょう。うん、10連やっていきましょう。はい、星4がね、いいキャラなので星4を狙っていきましょう。実行。エフェクトどんな感じでしょうか。はい、お、いいんじゃない、これ絶対いい感じの。うわ、虹色絶対いいよね。虹色はこれ多分すごいいいキャラな気がする。武器も出ます。はい、毒の槍、激レア、ハオの読み方わかんないあ、超激レア、かっけえ、いいじゃん。でも俺キャラの方いいんだけど。激レア、鬼滅草、かっけえお、夏光月、おお、かわいいロリッコ。あ、超激レア、剣僧の弓、なんだ超激レア、ちょっと武器だったか、キャラが良かったな。うん、何神
何神。はい、ガチャ結果こんな感じですね。星4が2つ出ました。結構いいんじゃないかな、わからんけど。ガチャの確率ちょっとわかんないけど。じゃあもう1回引いていきましょう。はい、実行。来い来い。うわー、これはあー、星4出ないかな、これはきっと。あー、いいね、かっこいい。男キャラもね、たまに言ってるよね。男キャラあんまりいない感じするけどね。女の子が多いね、基本的に。で、みんな可愛いよね、女の子。女の子みんな可愛いよね。はい。はい、こんな感じでした。はい、ということで、三国バスタープレイしてみたんですけど、面白いね。まずバトルでね、敵がね、めちゃくちゃ吹っ飛ぶっていうのがね、とりあえず面白いよね。そこがねちょっといいよね。で、この動画のね概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひ気になった人はそこからダウンロードしてみてください。はい、ということでこんな感じで終わろうと思います。それではふがくんでした。バイバイ。